見せてやるぜ。これが警告の最強戦略。有事の際は日本が助けてくれる計画だ。は？何言ってんだこいつ。嘘だと思うだろ？これが嘘じゃないんだな。なんだと、これは気になるわね。ということで今回は韓国我が国で戦争が起これば日本は助けてくれる。中国が恐れる日本新型国産ミサイルを米国が分析した結果をお送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、警告には恐るべき計画があるんだ。ふむふむ。そもそも、C 国さえも恐れる国産新型艦対空ミサイルがあるんだな。C 国も恐れるミサイルですって？しかもなぜか警告の反応ではいつでもソウルを殴ることができる、と。勝手にダメージを受けている人もいるようなんだぜ。大丈夫よ、こんな小さい国叩く必要ないから。まあ、昨今の軍事情勢において、各国が総力を挙げて行っているのが新型ミサイルの開発なのは確かだ。その中でも超音速ミサイルの開発スピードが凄まじいんだぜ。どんな国が作っているの？あの国、そうロシアの極超音速対艦ミサイルジルコン。NATO コードネーム SSN33 は、射程距離400から500キロ、最大速度はマッハ9と言われているんだ。ヘックルエ。最近も、ウクライナ東部ドニプロペトロウシク州クリビーリフで、7月31日に、ロシア軍によるミサイル攻撃があったばかりなんだぜ。そして、10歳の少女とその母親を含む少なくとも6人の命が奪われているんだ。同志はウォロディミル・ゼレンスキー大統領の生まれ故郷でもあり、ロシアのミサイル開発がいかに進んでいるかを表しているんだな。やっぱりロシアは危険だわ。しかも、将来的にジルコンの発展型は射程距離1500キロに到達すると予想されているんだな。また、令和3年9月12日に北が巡航ミサイルの発射試験に成功し、1500キロ先の目標に命中させたと伝えられているわけだ。どっちの国もやらかしてんな。いや、よく考えてみろ。あのキム様がそんなすごいミサイル開発できると思うか？つまり、北に対してロシアからの技術提供がなされているのは間違いないと？そういうことだ。さらに、C 国においても空母キラーと呼ばれる東風 21D。対艦弾道ミサイル射程距離1500キロ以上が開発されているんだな。もうやだこの世の中。一方、我が国やアメリカ及び NATO などのいわゆる、自由主義側陣営旧西側諸国は、この超音速ミサイル開発においては残念ながら一歩遅れている状況なんだぜ。そりゃ戦争したくないですし。そこで現在、自由主義側陣営はアメリカを中心としてイージスシステムを改良しているわけだ。もちろん、極超音速ミサイルを迎撃できる対空ミサイル。SM-6 に関しても開発、さらに改良を続けているんだぜ。ほほう。このような厳しいミサイル開発合戦の中で、我が自衛隊に明るい話題があったんだな。明るい話題？これは気になるわね。さて、日本の新型ミサイルを米国が分析しているんだ。ふむふむ。少し古い情報なんだが、アメリカ紙ナショナルインタレスト電子版の記事によると、新型対艦ミサイルが、自衛隊の海上防御力を大きく高めることになりそうだと言っているんだな。おお、防御力底上げしておきましょう。また、航空自衛隊が F2 戦闘機に導入予定の XASM3 についても紹介しているんだぜ。XASM? なんだっけそれ？記事は、冷戦終結以降、拮抗するライバルの艦隊が消えたことで米国、北太平洋条約機構NATO加盟国などは対艦ミサイルの新技術を開発せず、現在でも亜音速対艦ミサイルの使用が一般的だ。しかし、日本だけは海上戦力の増強に重点を置き続けており、大量の護衛艦や初のドック型揚陸艦を、建造して軍備の質と量を急速に高めるとともに、空母打撃群作りを始めていると指摘しているんだな。なるほど。日本だけ頭一つ抜きん出てるのね。そして日本は C 国海軍がグリーンウォーターネイビーから、ブルーウォーターネイビーへと成長するのを黙々と注視し続けてきた。今、C 国海軍は軍艦の総トン数、数量、いずれにおいても海上自衛隊を上回っていると続けているんだ。うんうん。その上で、新型対艦ミサイル XASM3 によって実力の天秤が、日本に傾く可能性があると主張しているんだぜ。なんだ、日本の価値は予言されていたのか。またラムジェットエンジン搭載で最高飛行速度がマッハ3を超え、しかも水面付近を、飛行可能であることから、軍艦を発見してからわずか30秒足らずで攻撃することができる。C 国はこのミサイルに極めて大きな憂慮を抱くことになる。なぜなら、北太平洋において、ミサイルの射程圏内を航行せざるを得ないからだとのことだぜ。つまり、要約すると日本最強、C 国最弱、ってことね。ちょっと、いやだいぶ違う気がするがそれでオッケーだ。それで、さっきのなんとかさんとかいうのは何なのよ？
アメリカのナショナルインタレストが紹介した、自衛隊と C 国軍のパワーバランスが逆転し、自衛隊が有利になるとする、新型対艦ミサイル XASM-3 のことか？それそれ。XASM-3 は、1992年から予算化されたものだ。これは F2 に搭載することを前提に、最大速度マッハ3と大幅に性能を、向上させることで迎撃されない確率を高めたミサイルなんだな。ふむふむ。そして、防空能力が大幅に向上しつつある敵艦艇をより確実に、撃破できるミサイルとして計画されているんだぜ。今すぐ撃とう提案。どこに撃つ気だ、震え。当初は平成28年2016年の開発完了を目指していたんだが、C 国の対空ミサイル開発も目覚ましく、さらに改良する必要があると判断され、令和7年2025年の開発完成を目指しているんだぜ。スペックは据え置きなの？いや、スペックは射程400キロ以上、最大速度マッハ5で、今も開発が続いているんだな。もっと強くなる可能性もビレゾンね。そんな国産巡航ミサイルだが、その射程も凄すぎるんだぜ。そうなの？そもそも、新型国産ミサイルの開発は ASM-3 だけではないんだな。先日、自民党総裁選の討論の中で敵基地攻撃能力についての議論が一つの話題になっていただろ？敵基地攻撃能力も大事だけど、いろんな税金の値上げがエグいんですけど？実は、現在政府が研究開発を進める新型の対艦誘導弾の射程が約2000キロを目指しているようなんだぜ。さらに、陸上自衛隊の首都認識地対艦誘導弾の射程を1500キロに改良するようなんだ。これらはまさに国産トマホークじゃないの？ああ。そんな日本の国産巡航ミサイル開発に対して、当然あの国が反応をしているんだぜ。どこの国かな？全然わからないな。それでは警告の反応を一部紹介するぜ。お願いね。名目は北、C 国に対して攻撃可能なミサイル開発承認だが、事実上韓半島、警告に対する攻撃だな。韓日間の現在の戦力を見ると、北に備えた陸軍とミサイル体系は、警告が絶対優勢で、島の特性を考慮した空軍と海軍は日本が絶対優勢だ。いつでもソウルを殴ることができるぞ。C 国にも殴られたことないのに、日本名、果たして狙いは北と C 国だろうか？内心は警告を先に、片付けようとするだろう。目の前の敵から処理しなければならないからね。日本おかしいんじゃない？憲法を守らないで韓半島に少しでも、被害があったら日本を地図上から消し飛ばしてしまおう。日本は日増しに強い軍隊を作り、戦争可能国として進んでいる。一方、警告は軍隊を弱体化させ、情報力を減らし、ひたすら北だけを眺めている。いよいよ第三次世界大戦の始まりだね。今のうちに冷蔵庫のキムチ食っておくか。警告も日本のように北を牽制できる。より強力な兵器が必要だ。しかし、本当にそれは C 国に使うものなのかね？結局、警告のせいであれ北のせいであれ、警告で戦争が起これば、警告を助けてくれる国だから心強いね。日本大好きだよ。といった感じで警告からはラブコールも届いているな。今さら手のひら返してんじゃねえよ。さて、国産新型艦対空ミサイルの開発が進めば、艦対防空が一気にパワーアップするわけだ。ふむふむ。また、新型ミサイルの開発は対艦ミサイルだけではないんだな。ちょ、日本は他にも何か開発してるっていうの？ああ。現在、陸上自衛隊の丸三式対空誘導弾中サムを改良し、新型長距離対空ミサイルを開発中なんだぜ。どんなミサイルなのよ？この新型長距離対空ミサイルは、海上自衛隊の汎用護衛艦 DD に搭載予定とされているんだ。しかも、現在使用している発展型シースパロ EMMS の、後継ミサイルとして開発中で、そのパワーは凄まじいらしいんだぜ。いつから日本は軍事大国になったんだ、ガクブル。また、日本版 NIFC-ACA 海軍統合射撃管制対空である、FC ネットワークと組み合わせて水平線の彼方への目標に対応できることも計画中だ。水平線の彼方とか、どんだけ遠くに飛ばす気なんだよわら。やばいよな、これが可能となれば、イージス艦でなくとも艦隊防空が、可能になり、艦隊防空能力が飛躍的に向上するんだぜ。日本、世界に勝ってしまうわね。しかも、開発完了は令和5年2023年の予定なんだぞ。もうすぐそこまで来てるじゃない、早く撃ちてー。だからどこに撃つ気なんだわら。もちろん、妄想の中でゾンビとか怪獣に撃つ気ですが、何か？よし、それならよしとしよう。さて、最近、C 国の脅威や北の弾道巡航ミサイル発射など不愉快なニュースばかり多いわけだ。多いですねー。そんな中、久しぶりに自衛隊の明るいニュースが入ってきたのは救いだよな。
あとはロシアがどうにかなればね。しかし、本来であれば、F-15J に搭載するはずであった長距離空対艦ミサイル、AGM-158CLR-ASM の統合を見送るなど、自衛隊は予算的に厳しい状況が続いているわけだ。そりゃないでしょ。そんな中、最近行われた自民党総裁選において高市早苗議員は、米欧並みにするならば、国内総生産 GDP の 2% で、10兆円規模だと述べ、必要なところにしっかりお金をかけないと日本を守れないと強調されているんだぜ。こういう人が総理大臣になるべきだと思うの。というか、新型ミサイルをはじめ自衛隊の各種装備を充実させることは、自衛隊の皆さんのためにもなるしね。ああ、少しでも自衛隊の皆さんの負担が減るなら、いくらでも税金払うぜ。悲しいけど私たちの税金は、ほとんど政治家のポケットに、ハクション。これからも自衛隊から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。